なたは絶対合格できる。どうも、岩勝利です。今回は理系の受験生向けに共通テストの国語、これだけあれば OK ということで、一番最低限これだけはやっといてねっていう国語の勉強の話をしていきたいと思います。やっぱ理系のみんなやったら英語、数学、理科が一番重要な科目になってくるよね。だから国語っていうのはやっぱね、そんな時間かけれないっていうのが実情なんだよね。だから私も受験生の時は京都大学の農学部を目指してたんだけど、私の場合二次試験があったので1時間半1日あたり取ってました。だけど共通テストを受けるみんなは1時間、まあ、できれば70分、60分から70分は時間を取ってほしいなと思います。でもそれ以上ははっきり言って取らなくても大丈夫です。ていうか取れない人が多いんじゃないかな。やっぱ英数理の勉強もね、そんな簡単ではないし、点数が上がりきってたらいっぱいやったらいいけれども、英数理8割以上現状取れてない場合っていうのは国語にそんな時間かけれないので、60分から70分だけで OK です。でその60分から70分でどういう風に勉強していったらいいかっていうのを教えていこうと思います。で国語は現代文、古文、漢文ってあるけれども、まあ、この中でやっぱね、配点が一番高いのは現代文になるよね。でその次に古文、漢文っていう風になるんだけど、実は現代文、古文、漢文の中で一番点が取りやすいのが漢文なんだよね。だから漢文っていうのは覚える知識がそんなに大して多くないし、句型も少ないし、文章量も少なくて短い時間で解けるので、ぶっちゃけその80分っていう試験時間の中でスピーディーに得点ができるのは漢文です。でその次に現代文。現代文は経験値がたくさん必要やけれども、安定して高得点を取りやすい分野ではあります。一番不安定なのがやっぱ古文だよね。古文っていうのは文章によって理解できたりできなかったりっていう差がすごく激しいし、分かんない時って本当に分かんないやんか、古文ってね。古文を極めるっていうのは結構難しくって、そもそも文学部の大学に通う4回生にその共通テストの古文を解いてもらったとしても満点取れないことがほとんどらしいです。っていうぐらい古文の共通テストって結構難しく作ってあります。だから時間がない理系の受験生にとっては漢文は絶対押さえておいてほしい。その次に現代文でできる限り7割8割9割高得点ね、取れるようにしていきましょうってことで、古文も大失敗して4割とか5割にならないように6、7割ぐらい、まあ、取れたらいいかなぐらい。私は実際本番7割でした。でそんな良くなかったんですけど、まあ、でも最低限の勉強はしてきたっていう感じだったので、6、7割ぐらい取って、まあ、漢文で8、9割取って、現代文でも8、7割5分から8割取れたら、まあ、大体国公立、その宮廷大の国立目指す場合でも英数理ちゃんと取れてれば全然宮廷大目指せるっていう形になりますね。まあ、当然東大京大目指すのであれば8割5分取ってほしいのと、ただその地方の国立であればさっき言ったように7割とかで受かるので、まあ、漢文と現代文をちゃんと押さえて古文もある程度勉強しておけば国語が足引っ張るってことにはならないと思うので、その感じ対策していけたらいいなと思ってます。じゃあ具体的に教材を見せながら説明していきたいと思います。まず現代文、何やればいいか。この現代文はですね、基本的に語彙がよっぽどやばい、もう語彙が自分なくて仕方ないっていう子以外は基本演習ベースでいきましょう。で演習でまずおすすめなのがこの田村の優しく語る現代文、代々木ゼミナールの講師の田村先生の本です。でこの優しく語る現代文を、これを第1部と第2部って分かれてて、第1部の現代文の読み方の解説を3週読みましょう。でその後に第2部の問題編っていうのがあるんですけど、待って、別冊でこう問題がついてて、問題を解いてからこっちの本編の解説を読んでいきます。で解説を読んで次にやってほしいことは、この解説をそのまんま丸暗記してください。丸暗記って言っても一言一句じゃなくていいよ。その流れとかプロセスとか、この田村先生がどう考えてるか、現代文をどういうふうな思考回路で考えて解いてるかっていうところを丸呑みしてほしいなと思います。でこれで本当に現代文できるようになった受験生数知れずで、私もそのうちの一人なんですよね。現代文めちゃくちゃ苦手で、もうなんかもう現代文読んでも何を捉えどころにして読んだらいいのか分かんないって状態だったんですけど、この田村の優しく語る現代文をやった後は、あ、なるほど、こういう着眼点で現代文を読めばいいのかっていうふうにできることができて、
例えば現代文でいうと芸術の分野とか歴史の分野ってすっごい苦手だったんですよ。もう文系科目は結構苦手な方だったので、でそういう分野の問題が出てきたとしても、こうロジック的にね解いていくってことがこの本のおかげでできるようになりました。でこの一冊やった後はもういきなり共通テストの過去問に入りましょう。でまず共通テストの過去問5年分解いて、その5年分をちゃんと研究してください。選択肢を研究してほしいんですけど、この選択肢は本文のここに書いていることが根拠で、ちゃんとその問題とその本文と答えを照らし合わせて、自分がどういうところを取り間違えてたのかとか読めてなかったのかっていうところを分析するようにしましょう。で5年分研究して、でセルフレクチャーって言って、そのこの問題はこういう理由で×丸とかっていうのを口でブツブツ言いながら反復していったら、次は10年分の解きまくりに入ります。で10年分解きまくってってやったら点数上がっていくので、そういうふうに現代文を演習中心で取り組むようにしてください。でどうしても語彙とか漢字が苦手っていう人はこのビブリア2000を使っていくようにしましょう。でこの参考書は現代文用語がたくさんまとまってあって、その用語と解説と意味を書いてくれてます。で漢字の練習もできます。でこういうふうに開くと、この右側のページにこうやって現代文の文章とその漢字の部分を赤にしてくれてるので、シートで隠すと漢字の書きの練習をすることができます。で漢字の問題もね未だにあるので、あの語彙がやっぱ苦手やなっていう人はこの参考書にも取り組んでください。時間ない人はもうできないと思うんですけど、ちょっとそれは仕方ないと思うんですけど、時間あってちゃんと対策したい人はおすすめです。じゃあ次は古文の参考書テキストの、解説をしていきます。古文はですね、じゃん、この3冊がおすすめ。古文はね、単語文法で読解のね、やっぱ対策しないといけないから、どうしてもちょっと多くなっちゃうんだけど、だいたい10分ずつで終わるので、分かりやすい教材だし、10分でも身につくような内容になっているので、この参考書を進めてください。もう単語はもう普通に口でブツブツ言って反復して覚えるだけです。7回以上反復して仕分けね、20〇〇三角×で覚えてる度合いを仕分けしていきながら暗記していきましょう。で文法、吉野式古典文法スーパー暗記帳、これを使っていきます。最初にこの巻末についてある活用表、これね、活用表を使ってください。で未然形接続の助動詞はルーラル、スーサシム、ズージームムズ、マシマ、ホシ、横もザザと言えるようにして、縦の例えば数の活用は生成数するすれすよ、私益尊敬って感じで、活用と意味も言えるようにしていてください。でこれが言えるようにしたら、次この中の暗記をしていきます。この中の解説のところはね、普通の文法書とは違ってすごい文字が大きくて、めっちゃ要点が分かりやすいです。でこれをひたすら中を音読していきましょう。で例文が載ってるんだけど、その例文とセットでその識別も書いてくれてます。どういう風に見たらね、助動詞が判断できるのかとか、助動詞の意味の区別の仕方ね、書いてくれてるので、主にこの中身の文字が大きな部分を中心に音読をしていっていきましょう。1日10分やってください。で最後にこの教材がポイント、古文読解ゴロゴで、これはね音読していきます。古文もすごい音読が重要で、英語でも大事だよと私普段から言ってるんだけど、古文もめっちゃ大事。なぜならやっぱ古文って半分外国語なのね。だってね、文法違うし単語も違うやんか。ある程度一緒やけど違う部分もあるから、半分外国語と一緒なんですよ。だからやっぱ音読すると馴染みやすいし、理解しやすくなっていくし、古文の独特のリズム感だったり、どういうところで主語が抜けるのかとかっていうのって、理屈で理解してもいいけど、理屈の理解ってすごい遅くなっちゃうから、感覚的な理解にまず落とし込んでほしいんですよね。っていう意味で毎日10分この古文読解ゴロゴを音読してください。あとで実演していきます。でね、古文なんだけど時間に余裕のある人はこれぜひやってほしいっていう教材がこれです。満点のコツ。古文ってやっぱね、基礎知識理解したとしても、やっぱ共通テスト独特の聞き方があったりとか、その問うポイント着眼点というのがあるから、この満点のコツを3週やって、その 着眼点を学んでいくようにしてください。でこの満点のコツには、その22個の満点のコツっていうのが載ってて、例えば登場人物には丸をつけようとか、会話文には鍵括弧をつけようとかっていうのが載ってるんですよね。
そういう作業をしていけば古文ってその会話文の中にやっぱ登場人物の心情が書いてあったりとか、そのそもそも主語が省略されてたりっていうこともあるから、古文ってどういうふうに読んでいけば古文の内容が理解できるのかっていうのがこの中でその問題演習とセットで学んでいくことができます。で、5題文その問題演習載ってる中で満点のコツを紹介してくれてるので、5題文の演習っていうのを3回繰り返して解説を読むっていう風にしていく中で古文の読み方を学んでいってください。で、最後漢文です。漢文はですね、もうたった1冊やってほしいです。同じ満点のコツをやってください。で、この満点のコツの中に句型も載ってるし、その重要語句も載ってるし、解く時のコツも載ってるので、この1冊を徹底的に反復して完璧にしていきましょう。でも優先順位的にはそのまず句型を反復して完璧に覚える、句型と重要語句をとにかく最初に覚えきってください。で、覚えてしまったらあとは漢文の返り点がついている文章を書き下し文に変えてしまったらあとはほぼ古文なん で、しかも漢文ってそんなね、中国の文法めっちゃいるわけじゃないからそんな難しい文章出ないんですよ。だからもうこの1冊句型を覚えて重要語句を覚えた後はとにかく共通テストを解いてください。5年分まず解いて、5年分徹底的に研究して知らない語句や句型はちゃんと覚えて、それが終わった後は10年分解きまくりっていう風にやってもらったら共通テストの漢文はね、全然8分とか10分で8割9割取れるので、もう満点狙ってほしいですね。上位の大学行くんやったらもう満点狙ってほしいぐらいです。なのでこの1冊完璧に仕上げてですね、共通テストの漢文は高得点狙っていきましょう。そうしたら古文読解ゴロゴ音読の実演をしていきます。じゃあ最初のこのつれづれ草でいっちゃいたいと思います。で、音読のポイントはとにかくね、まず一つは味わって読むこと、味わうのが大事で、品詞分解とかそういう知識系のことも意識するのも大事なんだけど、まずは味わって読んでください。じゃあとりあえずやってみるね。味わって読んでみます。家居の月々しく、あらまほしきこそ、かりなやどりと思えど、今日あるものなれ。良き人ののどやかに住みなしたるところは、差し入りたる月の色も、ひときわしみじみと見えるどかし。今めかしくきらなかならねど、子たちものふりて、わざとならぬ庭の草も心あるさまに。すのこ、水害の頼りおかしく、うちあるちょうども昔を覚えて安らかなるこそ、心にくしと見うれ。っていう感じで、今普通に読んでみました。で、読んでみてその情景を思い浮かべながら、作者この兼好法師がどういう風な気持ちで書いたのかな、どういう場所で書いたんだろうっていうのをイメージをこう巡らしていくっていう感じで読んでみましょう。古文は本当に貴族の遊びなんで、貴族の人たちが時間ある時に日常の日記をこう書いたブログみたいなもんなんですよね。だからそういったどういう感じで書いてるのかなっていうのを思い浮かべながら読んでみてください。で、それができたら品詞分解とかもね、できる限り掘り下げて研究していきたいので、例えば英語でと同じようにその古文と現代語訳を交互に読んでいくとか、そういう風にやっていってもらうのもすごくいいので、次はその、実演をしていきます。じゃあ見てください。家居の月々しく、住居が住む人と調和が取れていて、あらま欲しきこそ理想的であることは、仮の宿りとは思いど、どうせ短い一生を託す仮の宿だとは思うけれども、今日あるものなれ、興味のあるものである。良き人ののどやかに住みなしたるところは、身分が高く教養もある人がゆったりと物静かに住んでいるところは、差し入りたる月の色も、差し込む月の光も、ひときわしみじみと見えるぞかし。一段と心にしみるように感じられるものであるよ、っていう感じです。実はこの古文読解ゴロゴは後ろの方にこの古文常識とか単語とか載ってるのね。文法のことも結構載ってます。なんでこれもさーっと読んで参考にしてみたらいいと思います。で、この最後のところに品詞分解チェックっていうのが載ってて、品詞分解をしたければこれを読みながらね、音読するのがいいと思います。例えばこんな感じ。これ隠したら答え隠せるから、家居の月々しく、のは格助詞主格、あらま欲しきこそ、これはあらま欲しきは宿活用形容詞体現、こそはけかかり助詞脅威、仮の出た思いの今日のものなれ、なれは断定なりの依然形みたいな感じで、この
赤字になっているところを品詞分解しながら読むっていう風にしていくと文法的知識も確認できますっていう感じで、古文の音読をするときはその作者がどういう情景で書いたのかなっていう状況を思い浮かべるのと味わって読んでいく、あとは文法知識的にも掘り下げていくって感じで、一つの文章を味わうように深めるように読んでいってもらえるとグッドです。はい、ということで今回は理系の受験生のみんなに国語の勉強の仕方ですねお伝えしていきました。もう最短最速で共通テストで高得点を取るための最低限の本当に厳選したね参考書テキストたちをご紹介したので、ぜひ取り入れてですね勉強していてもらいたいなと思います。で、現役生でやっぱ授業が忙しかったりする場合は学校の教材で代用してもらっても全然構わないので、反復しやすくて同じように勉強できるような教材を使って勉強しても全然 OK です。ということで今回の動画気に入ってくれたみんなはぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。で、私が講師を務めるミスターステップアップでは通信コースに入ってくれる受験生を大募集しています。で、今伝えた国語の勉強法のもっと詳しいバージョンですよね。例えば古文だったらどういう風に読んでいったらいいのかっていうのを本文を解きながら解説している動画が、ヨナタンの動画があったりとか、あとは現代文も同じように過去問を解いてその思考プロセスをですね実演している脳内会話をこうレクチャーしていってるような動画もたくさんあります。というのでコンテンツも充実している通信コース、個別での質問もたくさんできるので、ぜひ興味がある人は検討してみてください。概要欄に詳細載ってます。ってことで、あなたは絶対合格できる、みんなで合格、岩瀬織でした。バイバイ。はい、動画見てくれたみんなありがとうございました。国語はね、私もめっちゃ苦労したんだよね。本当に現代文がなかなか上がらなくってね、大変だったんだけど、まあなんとかなったから大丈夫大丈夫だから頑張ろう。国語だし日本語だしね、なんとかなる。で、いろいろ受験でわからないことがあるみんなは通信コースでいっぱい質問できます。めっちゃおすすめ。バイバーイ。